ちゃん見て、ハンバーガー作ろう。そういうの大好きさ。どこにも出口のない日々が突然にかわいそう。僕も同じことを思っていた。変わる出会え、全てが初めてのときめきだよ。本日の初めてのときめきだわ、二人だから。扉開けて、ちょっと少女違う。扉開けて。はい、はい、というわけで、はい、今回は、はい、ハンバーガーを作りたいと思います。この間発見したんだよね、うん、お家で作れるハンバーガーセット買ってきちゃった。俺は食べる係なんで、うん、これ何、俺も食べる係で作っていただいて食べる係。わさびとかいっぱい入れちゃうから。はい、じゃあやっていこうと思います、はい、思います。終了。さあ、というわけで作るよ、はい、はい、作ってください。じゃあお願いします。まず何からすればいいんだ。ねはいはい、月見バーガー食べたくない？あとさ、なんか照り焼きソースみたいなのさ、うん、欲しかったけどさ、うん、どうやって作ったらいいかわかんないじゃん。だからね、なんかスーパー見てたらさ、デミグラスソースがあったの。デミグラスソース使おうかなと思って、あと煮込みハンバーグみたいなのして入れたら美味しそうじゃないと思って、ちょっとやってみようかなと思って、うん、あ、はいはい、で、やっていきたいと思います。ひょにょ、とりあえずトマトとか切っといた方がいいのかな。面白いこと喋って。ん、面白いこと喋って。まあ、どっかさ、行く。うん、出かけるよ、ね。出かけるじゃん。うん。それでなんか、寮のトイレ待ちって何マジ？何？いや、あのね、違うの。ちょろっと行ってくるところじゃないの。ほんと、普通に30分くらい待たされることもしばしばあるし。いや、それはしょうがないじゃないのよ。いや、しょうがないんだけどさ、うん、なんかもう何してればいいかわかんない。そしたらもう、見ててくれたらいいよ。だから俺、基本携帯持たないからさ。うん。なんかほら、本見とくとかさ。そんぐらいな規模なとこだったらね。うん。本屋さん行ったりとかね。なんか、ウィンドウショッピングしたりとかね。普通のスーパーとかだから。コーヒーとか飲んでていいよ、そしたら。ひょにょ。まあ、気をつけます。熊の子見ていたかくれんぼ。お尻を出した子一等賞。ほら、でかくないこのアボカド。でか、俺の顔と同じぐらいじゃない？アボカドと一緒なんだよな、俺。本当だ。顔の大きさ。俺も比べてみよう。同じ。もうやめて、やめよう。実際のサイズ。でもこれででかいよね。でかいでかい。アボカドでかい。おっきなアボカド。欲張りサイズって書いてある。欲張りだな、翔ちゃん。大きいとお腹空いてきた。シュウマイ食べる？あるけど、あるけど、シュウマイは別にいいかな、今はな。じゃあ俺食べようかな、シュウマイ。うん。もうお腹空いたよね。待ちきれない。待ちきれない。それやだ、それやだ、それやだ。なんかさ、俺がさ、泣くふりしたらさ、この人も泣き始めるの。赤ちゃんが泣く時のさ、うん、お母さんも泣いたら泣きやむみたいな、あの、あれよね。そうそう、なんか聞いたことあるよね。ひょにょ。すごいね、分厚いベーコンかな。分厚い。分厚いベーコン。でもこれだとね、分厚すぎるからちょっと薄くしようかな。そういえばさ、俺さ、うん、昔のさ、動画でさ、うん、ベーコンをさ、このブロックのベーコンを買ったことがあって、うん、ブロックのベーコンって、うん、こう切んなきゃいけないんですって。でも、ね、俺、こう切ったから。はいはいはい。なんか、ね、いつものよく見るベーコンじゃないって感じ。油の方だけ。めっちゃコメントしたの覚えだった。というわけで、食材は一通り切れたので、焼いていこうかな。待ってました。見て見て、ハンバーガー用のパンもついてた。美味しそう。わー、すごい。パン一個ずつしか焼けないから、あれだ、ポテトも買ったんだ。そうそうそう。え、先にポテトあげた方がいいかな。そうだね、食べたいな。うん、先にポテトあげよう。それをつまみに、いいね、飲もうぜ。食べたい、食べたい。イエーイ。イエーイ。パオーン。イエーイ。パオン、パオン、こっちも使えるんじゃない？終了。ワクワク止まらない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 。これね、言っていい？
翔ちゃんのね、オリジナルソングじゃないんだよ。やばい、いててそうなんだ。翔ちゃんの好きな YouTuber さんがね、うん、歌ってた曲を、うん、翔太アレンジで歌ってるだけだ、ね、そうそうそう、まあその、まあ、誰かっていうのはじゃあコメント欄で、この人じゃないかみたいなのをちょっと予想してください、ね、もし正解者がいたら正解ですって言います。終了。やっぱりね、ハンバーガーと言ったらポテトでしょ。そうなんですね。入れちゃいまーす。俺さ、ずっと思ってたんだけどさ、なんでしょう、アナ雪のさ、クリストフいるじゃん、トナカイを連れてるさ、スーちゃんに似てない顔が。そうなの、わかんない、ちょっと思い出せないな俺。ほんと、ちょっと後で見てみる。うん、なんかすげー似てんなって思ってた、顔の雰囲気が。ふぃふぃ、これクリストフね。出さなきゃいけないじゃんよ俺が。え、じゃあ出さなきゃいけないじゃん俺がさ。もうそこ編集が終わった時のこの動画を今相手出さないかもしれない。ああ、カットされるか。いや、分からんけど。みんなも気になってると思う、見てる本当に方たち。これとだから出さなきゃいけないんだって。ひょにょ、美味しそう。いいね、いいね。あ、塩風呂か。うん、塩風呂完成です。はい。あ、ワクワク止まらない、ワクワク止まらない。ダテレビジョンテレビ。もう一回もう一回。ダテレビジョンテレビ。もう本当にこんなことばっかりしてるからさ。ひょにょ、見て見て、お肉もね、売ってたの、こういう感じで。すごいよね、ハンバーガー用のタレ先入れる感じ。いや、焼いてからあの方がいいか、型崩れしそうじゃない。焼いていこうかな。オッケー、お願いします。焼いていきます。いいか。ザ・テレビジョン・テレビジョン。もっとかっこよくやりたい。そもそも何なの、このザ・テレビジョンでポーズ決めるって何なの。わー、すごいね、美味しそう。いやー、美味しそうだね。美味しそう。これそれそれ、そう、煮込みハンバーグソースっていうのがあったからね、これで。いいね。いや、なんか絶対美味しそうなんだけど。いや、お腹空いてきたか。ザ・テレビジョン・テレビジョン。使ってんだ。使う、使う。いつもの少量のとこに使おうかな。少量。こんな感じですね。ね、着々と準備ができてきた。はい。ほら見て、このハンバーグも。いやー、美味しそう、ね。これがハンバーガーになるって考えると超美味しそう。いやー、美味しそうっす。見て、これに。うん、おー、すごい。ね、美味しそう。もうすごいことになってるよ。美味しそうだよね。玉ねぎ。ごめんね、ちょっと手でやっちゃって。いいね、いいね、いいね。ね、いいね、いいね。めっちゃ美味しそう。うん。おなー、すごい。ね、美味しそう。おしゃれ。わー、すごい。うまそう。せっかくだから、これソースもどう？うん。欲しい欲しい。ソースの中にキノコも入ってた。あー、うまそうだな。チーズも買ったんだ。翔ちゃんもチーズ入れる？うん。美味しそう。ねー。やばーい。ベーコン。すごいよ。卵さん。すごい。で、翔ちゃんはアボカド。いいの？うん。わー、すごいな。すごーい。ね、はい、じゃあ。持つ？そしたら俺が。ひょにょ。いただきまーす。いただきまーす。すごいの。ほら、すごくない？顔と同じ。すごいの。すごい、これ。すごいよね。うん、じゃあ食べるね。うん。これいくら？知らない。結構しそうじゃない？うん。ほら、見てほら。やば。めっちゃうまそう。いただきます。いただきます。すごいな。どう？うん。美味しい。美味しい。うん。いただきまーす。いや、めっちゃ美味しい。うん。うん。あ、うんふん。全然かぶりつけない。これは。うん、うんふん。デミグラスソースうまくない？美味しい。うん、うん、これ合う。うん、卵に全然到達しない、まだね。うん、うん、うまいね。美味しいな。で、このタン途中でポテト挟むのがまたいいよね。うん、うん、うん、美味しいね。ちょっとこっち向いて。うん、めっちゃ好きです。うん、ワンパクか。アボカドどう？美味しいの。合う。うん、うん、うん。ちょうだい、アボカドのところ食べていい？ちょうだい。あ、ね、
美味しいよね。うん。いや、美味しいね。美味しい。アボカド合う。卵出てた。うん。な、これ家で作れるのマジいいね。ベーコンもちょっと厚めにしたからさ。うん。すごいしっかり味が。うん。ま、もううまいに言葉なんかいらない。うん。うま、うま、うまい、うまい。美味しい。幸せ。ね。うん。ってなる。おいしい、そんこと見た。やめて、そういうの。かわいい、そんこと見た。うるさい、うるさい。かわいい。うるさい。ひょうにょというわけで、というわけで、はい、はい、ハンバーガーが美味しかったっていう動画でした、うん、はい、はい、いいよね、よかった、家で作ってみるのもありかもしれない、うん、ね、ぜひ真似してみてくださいね、はい、吉祥寺のハンバーガーショップに行ってました、はい、はい、というわけでですね、はい、今回はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。では、またほら、見て、ハロウィン仕様、言える、うん、かわいくない、かわいい、うん、はい、それだけでした。ザ・テレビジョン、テレレレはい、切ります。